今日はグルテンフリーのパンケーキを紹介したいと思います。グルテンっていうものはその小麦とか大麦とかライ麦に入っているタンパク質なんですね。ですからパンとかクッキーとかケーキとか、まあ、マフィンとかパスタに結構多く含まれているので本当にグルテンは抜くと消化も良くなりますし、あとはエネルギー、バイタリティもアップする上でヘルシーボディと綺麗な肌は作れることができますので、今日は玄米粉、そしてそば粉で大豆粉を入れますので、そしてその後は豆乳で、砕いたアーモンドとヨーグルト入れます。そして卵2個じゃあまず玄米粉を入れるんですね。大豆粉と玄米粉とそば粉と、砕いたアーモンド、はい、アーモンド入れるとすごく歯ごたえが良くなりますので、アーモンドに入っているいろんなポリフェノールと若返りのビタミン E も入っていて、食物繊維も非常に豊富なので血糖値が上がりづらいということで、非常になんか日本で食べるとアーモンドは太るとかニキビになりますけれども、逆に本当にその GI 値というもの、一緒に食べると GI 値というものが低くなるから、そういう意味ですごく満足感も得られるし、で卵は2個ですね。で混ぜるだけ。結構こういう感じまではやっぱり調整、例えばもう少し豆乳入れるとか。まずはオリーブオイルは入れますけど、あとはオリーブオイルの代わりに、もしちょっと苦手な人でしたらマカダミアナッツオイルというものを非常におすすめして、でマカダミアナッツオイルも、オメガ9が豊富でオリーブオイルと似てて、で本当に独特の味もなく、そういうちょっと少しの夏の味しますので、で結構その後はペーパータオルで広げますので、そしてはい、出来上がりました。そしてパンケーキはベリーと一緒にすると非常に抗酸化成分のアップしますので、本当にそのベリーに入っているポリフェノールという抗酸化成分たっぷりなので、そしてすごく相性もいいのでぜひおすすめです。非常に美味しく食べれるのでぜひメープルシロップも